カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズ with Google Play へようこそ。どうもヒカキンとマスオてっ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 てやねえダンテでござる。なんか祭りのお兄ちゃんがいるということで、今日はですね、皆さん大好き、まあ僕のこの、クエスト大好きになっちゃったんですけど、ゴジラですね。よし、大怪獣猛進撃。はい、皆さんもうやったことある方ご存知だと思うんですが、まず普通のボスが出てきて、そいつ倒すとデストロイヤかゴジラのどっちかが出てくる。で、僕も何回かやったんですけど、ゴジラがめっちゃ強い。デストロイヤは僕倒せました。だからできたらゴジラと戦いたいですよね。ちょっと厳しいかも。僕もゴジラもう何回もやりましたけど、ことごとくやられてる。上級だともらえないですか、ゴジラ。多分ゴジラはもらえるかもしれないけど、うん、ゴジラ出てこないよ。エクストラステージっていうところには上級じゃ進めないんだよね、うん、じゃあ極みでいきましょう。そんでやっぱりやるなら、少しでも希望があるならゴジラに勝つっていうことを狙っていきたいんで、マスオさんがパーティー作って、そうですね、僕とダンテが入って、募集する形で、マスオさんの2匹をやっぱ使わないとちょっと厳しいかなと。はい、足引っ張ってごめんなさい。いやランスロットで、ランスロット X で、僕は西郷隆盛、僕はハーレー X と、フレアオーディンでいきたいと思います。で、みんなアンチ重力バリア、うん、でちょっとウォールが出ると心配なんですが、勝手に出ましょう。とにかくパワー勝負で、そう、どんどん行こう。重力バリアだらけだから。よし、じゃあマスオさん、はい、募集お願いします。大怪獣猛進撃極み、合言葉いつも通りで111で、はいはい、オッケー。いやでもね、ゴジラ本当運とかもあるから、モンスターの位置とかね、強いよね。強い。なんか一撃でさ、そのビームとフォーミングがバッて両方出るときに、すっげえ HP 全部減るよね。映画見たことありますか？僕は見て、僕も多分ちっちゃい時はあるはず。ちっちゃい時あるんですよ。で、僕なんかフィギュア持ってたの覚えてます。でもゴジラって言ったら超昔からあるし、ね、白黒からあるような。昔さ、やっちゃんちで見たよね。やっちゃんち見た。すごいローカルな名前だけど、すいません。あとハリウッドバージョンも好きですね。でも今回見たいけどね、すげえ悪い。よーし、じゃあ俺からいくよ。はい、みんなに当てていきたいと思います。はい、うん、まあこの最初に出てくるボスまでは、まあ、まあ、意外と負けちゃいけないとこですよね。8万3000か、8万3000、まあ、ね、ぐらいだね。ここでなんとか貯めたいよね。あ、でもあれだよね、関係ないんだよね。え、何を？あの、ゴジラのとこは関係ないじゃん。あー、ストライクショット。あー、そっか。そうそう、リセットされる。あ、そっか。そう、まだ全然だ。そう思ってたんだよ。あ、勘違いしてた。そう、え、なんかある。いや、今ぼーっとしてた。普通に言っていいよ。あのね、その、普通のボス倒すと、はい、そのエクストラでもう次にゴジラとか出てくるんだけど、その時にストライクショット貯めていっても、またチャラになっちゃう。そう、まず極みをクリアしないとダメ。そう、だから全く別ステージみたいなイメージなんだけど、いきなりボスだから、うん、きついんだよ。貯めるにも、貯めてる間にすぐやられちゃうから。そうだ、雑魚だけ残して貯めるとか。なるほど、ね、お、西郷さん、ほら、あー、でもやっぱアンチ重力バリアだからいいね。これはどうしようかな。まあ、西郷さんに当てて、この急所にこう当てる感じで。あー、気持ちいいね、重力バリアで全員相手腐すってやる、多分これ。いや、水じゃないかな。カマキリ、カマキリ、カマキリは火だよね、これ。あ、火か。あ、カマキリってこのでかいやつ。でかいやつ、これ水色のレーザーとか出る。なんか色で決めちゃうんですよね、僕。多分水だと思う。じゃあこれはもう急所にどんどん当てる感じでいきます。はい、結構食らったね。お、金の卵もう出た。え、出てない。あ、俺だけか。そうだ、やばすぎ。マスオさんだけだ。でもこいついらないよね、正直ね、あんまり。おお、よし、倒した、イエーイ。これザリガニっすよね、ザリガニ。ザリガニなの。アメリカンでザリガニ、バルタン星人、それウルトラマン。ウルトラマンだよ。めっちゃ似てる。お、おお、狙ったんすよ。いいね、狙い通り。いいね。じゃあもう普通にマスオさんの狙って、狙って、よし、狙い通り。カン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 いったよ。もう狙い通りで。あれ、順調じゃないですか。順調、ナイパーですね。まあここはやられちゃいけない。エクストラステージまでは割と結構クリアできる。そこまで難易度高くないんでね。これとか言って負けたらやばい。ミニゴジラじゃないですか、これ。ミニゴジラじゃないよ。あ、真ん中ね。はい、確かに確かに確かに。おゲットした。お、う
でもあんま食らわないね。やっぱり HP 多いからそんなにね、うん、まあただ結構9万台の人もゴジラ負けてるからね。俺9万台でもう何回か挑戦したけど負け続けてるよ。いやいける、9万台でチャレンジしたことないんだよ。勝てますよ、俺か。まあゴジラ出てくるとね、なんで多分ね、ビビる強さ分かると思う、うん、いやいやいや、はってなるわ。え、今までの中でも結構強いですか。いや結構強い、結構強いと思うんだけどどうなんだろう。まあでも結構そう、俺結構強いよって人だったらまあ勝てる人はいそうだけど、俺らレベルだとやっぱりかなり強いよね。マスオさんも相当強いのにね。いやでもやりこん、あのもっと強い人いっぱいいるから。こいつとりあえずのボス。ああ俺か。こいつも全然結構あのスムーズにいける。じゃ今はこいつを、まずこいつを倒したら次が出てくる。ああなるほど、なんとか別ステージとして。そう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 。じゃあこいつはもう勝って当たり前な感じですよ。ここで負けたらちょっと俺らのこの強さなら勝たないとまずい。ああさすが。今まで一回も死んでないよ、家でやってる。なるほど。俺も死んでないな。俺で死んだら相当相当相当シャレになるないね。あーでもダメージオール大抵僕らダメージオールで死んでますもん。そうだね、うん、大丈夫です。ほらなはずだよ。あ楽勝っすね。よーしよし、あるいっぱさ。あーでもこれを回復取りつつ、うん、いきまーす。ボーディングアタックドン、イエーイ。スピードクリアいけんじゃないですか。いけそうだ、みんな溜まったね。ほんとだ、最後の、最後のオーディンで決めちゃえば。あと2列だよね、緑と。そうだね。じゃあ、じゃあいけるかもね。ガンガン解放していこう。お、じゃあいきますね。いってくれ。どうしよう。重力バリアでも多分ずっとあるから縦。いやもう急所狙ってていいんじゃない。うん、縦下で。え、え、大丈夫ですよ。あの、こう、あ、そっか、あ、重力バリア、あ、そっか、重力バリア。あ、でも、いいよ。いいね。どうしようかな、これ多分厳しいから、ね、まあ上にこう登りつつ倒して。あ、いいっす、いいっす、いいっす。あ、めっちゃ食らった。イエーイ。スピードクリア狙おう。いけるね。相手水なんすよ。最後どん、じゃあ使うよ。使っちゃおうか。うん、普通に立ってていきます、うん、あとザコも倒すようにもしたいね。そうだ、どうせ倒せるからこいつ。よし、おお。そうか、ザコに倒せなかったな。そう、これザコを、ザコを倒すのが結構ターンきついんだよね。オーディン使ったりしてうまくやる。そう、ホーミングとか使って無駄ないように攻撃できたらしたいけど、これは難しい。難しくないですかこれ。難しいね。これはなんか最後ドンに当ててランスロットにも当てたい。あーダメか。あー難しいわこれ。あれランスロットだよね。ランスロット X。 はい、いけ。じゃあ最後、最後ドンに。最後最後さん。おお、早い、スピードが早い。おしれい。いや、ようやくそういえばオーディン進化させることできました。あ、これはまあスピードは無理っすね。オーディンって厳しいね。オーディンって人間なの。オーディンはよくわかんないですね。オーディンは何だろうね。一応人間なんじゃないかな。でもオーディンが人間だったらモンストのモンスターはどこにいるんだ。いや、いっぱいいるよ。もう相手がモンスターだよ。やべ、取れなかった。よーし。あ、そうか、モンスターにストライクショットするからモンストってんだ。うん、よし、こう。じゃあちょっと能力使っちゃいまーす。いけい。ストライクショットドン。おお、ちょっと外れたかなこれ。あー、スピードクリア。いや、十分食らってるよね。スピードは無理でしたね。厳しい。ハーレックスがね。おー、すごい。ハーレックスが難しいとこにいるんだよね。くそー、どうしよう、これ使っちゃおうか。使っちゃおう。使ってちょっと上ぶつけて。そうだ。いけいけいけい。ストライクショット。いやー、おーやべー。ストライク、さあ、ゴジラ来い。おっ、手に入った。手に入った、手に入った。おー、金玉だ。金玉、金玉、金玉。これ結構でも、大体もらえる。大体もらえる。で、この後にデストロイヤーかゴジラどっちか出る。どっちだろう。デストロイヤーが多いんだよね、なんか。たまたまじゃないと思うんだけど。あの首がいっぱいあるやつですか。いや、違う、なんかね、あ、炎のドラゴン。どっちだろうね。ゴジラやっぱり出てほしいね。ゴジラ出てほしいけどね、いつもなんかやってるけど3回1回ぐらいのイメージなんだよね。果たして、あれ何これ。これ最近できたよね。え、何それ。え、全部溜まると亀もらえたりする。へぇ、あー、デストロイヤーだ。まあでもやりましょうよ。うん、まあデストロイヤー、デストロイヤーだったらまあ勝たなきゃダメだから、いきましょう。よし、勝たなきゃダメ。いや、でも勝てると思う、このメンバー。絆見えた。おお、そう、また新しいです、僕らの絆が。え、え、え、あ、やばい、え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 、あ、やめろ、したっしょ、今。あ、うん、うわぁ、マスオとヒカキンの戦い。じゃあ応援だ。じゃあ応援だ。いやぁ、なに、あれ、待って、これって
あ、マスオさん、俺スタートできる。じゃあもういい？エクリプスになっちゃったけど、まあいいや、行こう。え？行く？で、スタート。よし、マスオさん勝つぞ。勝とう勝とう。今ね、今ね、見たら右側をね、ポチッと押してて、あれ？いやえ、今じゃあもうあれ、応援役だから、ハッピー来てる。ハッピー来てる。そのため？そのためのスタートだったの。そうだ。なんとか、ベイビーのある人です。HP めっちゃ多くなった。やばい、88000。あー、なんか俺がいないですよ、悔しい。すごい悔しいっすよ。いや、これね、しょうがないね。しょうがない。まあ、あれっすよ、キーボード使ったってことで勝ってもらいたいんだよ。よし、これ俺の番。頑張れ。どうしようかな。マスオさんならいけるよ。応援、応援。よしよしよし。さりげないよ、え、これボスなんすか、もう。そうだから、ストレーショットきついんだよ。なるほど、なるほど。いきなりなんだよね。なんか上入れたいな。え、なんだあのボス。あ、入んなかった。よし。よしよしよし。え、これって多分ゴジラの強敵だと思うんですよ、ライバル的な。そっち系か。はい。あ、最後だ。いいとこにいるな。こっちから入れようか。超ラッキー、これ。いや、すごい。おー、うまい。さーし。よ、いいね、今のは。ハーレムさん。あ、出ちゃった、ちょっと。入れろ。よっしゃ。よし。あ、倒した。よし。早い。セーブクリアできるかもしれないね。え、ゴジラとどっちの方が強いんですか。なんで倍ぐらいゴジラの方が強い。うん、全然俺突っ倒せないゴジラは。これは勝って当たり前ってやつ。まあこの HP だったら絶対勝てると思うんだよね。おお、超ラッキー、超ラッキー。おお、これスピードいけんじゃない。本当縦貫するわ。縦金。お、よっしゃ、ボスは倒したね。縦金、縦金、やば。ここからザコをどう倒していくかが。そうだね。オーディンはこれ回復取りながらいっちゃうよ。全然取っちゃっていい。こっからこっどうしたらいいかな。オーディンに直で当たんないでしょ。カン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 になれば1匹は倒せる。そうだ、できたらね、2ターンで倒せたい、倒したいね。おー、あっ、惜しい、あ、惜しい。次が西郷さんかな。大丈夫、西郷さん上狙いたいな。お、うまい。オーディン当てる。あー、惜しい。スピードガン。どうしようこれ。回復どうしようかな。上狙って下の方が食らってないのかな。あ、ちょっと食らってない。おっしゃ、よっしゃ。やべえ、今日マスオさん冴えてる。今日冴えてる。めっちゃ強い。やっぱ強い。そんなことないよ。そんなことない。本当か。お、あ、エクリプス、あ、いいとこいるぞ。まあまあ縦にやっちゃおうかな。カンカンカンと。あんまでも急所じゃないから食らわないけど。おー、あー、こんなもんか。どうしようかな。ちょっとチン抜けれるかな。スピード狙うってこれストライクショットとか絶対たまんないってことだもんね。そうだね。いけ。お、すげえ。よっしゃー。なにこの強さ。耐えてるぞ。マスオさん超冴えてる。これでオーディンとかに当ててうまくあそこ挟めたらいいね。入れ。よっしゃー。あー、移動した。これ移動するのって初めてですよね。初めてだね。うん、それも最初は空いてるとこしか行かないんだけど、全部倒すとどこでも行くみたいよ。これどうしよう。みんなのさ、ストライクショットっていうか優勝で。あ、でもオーディンだったら突っ込んだ方がいいかも。あ、ダメだった、ごめん。いやでも今上狙っちゃった。まだスピードいける。だってもうあとちょっとだからね。だからね、これザコがね邪魔する。ザコ、これみんなに当てつつ、当てればもう勝てるでしょ、ボスは。みんなに当てるのむずいな、これ。あ、ちょっと、よしよし。おぉ、あぶねー。うわー、惜しい、くそ。俺の番か、これ、まあみんなに当てて。ちょっとしか。よっしゃ、回復も。よっしゃ、さえまくりだ、さえまくりだ。どうしたんだよ、俺。やばい、足引っ張っちまう。しかも最近痩せてね。最近痩せてるからね。いいね。もう何キロ落ちたってまだ言わないけど、かなり痩せてきたからね。いやー、ヒカキンさんもだいぶ。うん、まあもうは普通に痩せて、普通に食べてるからね、最近。いや、あんま体重計今乗ってない感じ。いや、でもあんま増えてない。あー、俺か、どうしよう。難しいとこやな。で、ボス倒さなきゃしょうがないよね。そうだね。おぉ、あー、ダメだ、惜しい。でもこれ本当に強い人だったらやっぱスピードクリアできるね。できちゃうんだろうね。オーディンも溜まっちゃうじゃん。立て。オーディンでとどめさせたらね。いや、オーディンじゃなくて次のハーレー X で。あ、本当だ。あー、ダメだ。こいつ結構食らわないんだよ。うん、強いんだよ。これはもう諦めよう、スピード。うん、でもあそこでカーンって入ってこうカコンと。でも下にさ、あのダメージオールあるから、あ、そうか、カコーンっていったら、そうか、そこから食らっちゃうかもしれない。あー、ダメだったね。オーディンに、まあでも、まあ普通に絶対勝ちましょう。
ですか。俺がいたら多分ね、いやいやいや、いけたかもしれない。俺のオーディン、あー、これ動けねえ。左に逃げれないから、上に缶ってぶつかるとやばいってことだ、ね、いや、これ怖いね、これ怖いね。一応コンテニューできないからね。いけるでしょ。松尾さんに任せます。いきます。冴えてるしね。おー、いや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 、素晴らしい。いけた。ビビらずいった。これだけいった。お、あとはストライクショットがうまい具合にかかるところに来てくれれば、うん、お、あー微妙だ。でも、もう右行って、もう右行ってカーンって帰ってくる感じ。そうだね、うん、こっから帰って入れ、あー入らなかった。これ勝つとなんかもらえるんですか。こいつがもらえるよ。でもゴジラの方がいいんだよね。ゴジラゲットしてないんだよね。よし、使っちゃうか。ゴジラ強いんですか。ゴジラは、ゴジラはまあまあね、アンチ重力バリアで使えるんで。おお、なんかうまいこと言った。最後が300万くらったよ、今。マジで多分、多分それ本当だと思う。うん、急所に当たってた。ガガガってなるよ。わ、すげえ。最後の、だから超たまに炸裂する。じゃあこれすげえ。最後ゴジラもいけたんじゃないですか。ノーコンティニュー。そうだね。おお、イエーイ。お、すげえ。何やったの。いや、ゴジラマン。マジか。で、これで、なんだ、俺欲しかったー。うわー、でもこれダンテがいても勝てると思う。全然いいな、ダンテがいても。今の一言、いや、否定できないです。多分 HP が5000くらい違ったからさ。あー、でも全然勝てた。勝てたね。うん。はい、ゴジラ、もう一回やって、ちょっとゴジラ出るまでやりてぇな。うん、ちょっとやろうか。もう一回やってみようか。うん、ご視聴ありがとうございました。ヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録をお済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと、登録完了しますので、ぜひぜひお願いします。その他、今日のゲスト、マスオに、PDS の、マスオゲームズに PDS ゲームズというゲーム実況チャンネルもあります。この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、合わせてチャンネル登録お願いします。その他、私ヒカキンの、LINE 公式アカウントに Twitter アカウント、オフィシャルブログの URL もこの動画の概要欄に合わせて載せておきますので、友達登録、フォローなどお願いします。うっばーい。うっばーい。うっばーい。